はい、皆さんこんにちは、ムンケンです。今日はですね、ちょっとチームをね、一旦一人にしました。100人近くいたんですけどね、ちょっとね、いろんな問題というかね、私が把握できない間とかにね、結構な問題が山積みになったり、まあ諸事情がね、いろいろありまして、一人にさせていただきました。でね、せっかくね、チームで楽しんでね、今後やりたいっていう流れもあったんですけど、ちょっとコミュニケーションのベースっていうものが全然ちょっとね、なってなかったというか、私がちょっとね、そんなにずっとログインしてるような時間が取れないっていうのもあってですね、あんまりこう、隠し部屋、隠し会か、まあね、その辺もね、いろいろ重なったりはしたんですけど、その辺でね、ちょっとまあ問題が起きまして、それで解散することに一旦しました。解散っていうかね、こういった一旦全員外させていただいただけなんですけど、ちょっとね、やっぱり全く知らない人を入れるっていうとリスクあるんだなっていうのを今回感じましたね。仲良くねなる人はなるんですけど、コミュニケーションの上にね、やっぱり、オンラインゲームっていうのはね、コミュニケーションがベースになってるんで、あんまりね、お話っていうのが得意じゃないとか、あとは、なんですかね、まあ、とりあえずは、解散することにさせていただきました。で、今後、まあ、増やすかどうかっていうのは置いといて、ちょっとね、前回の反省点で、やっぱり僕、ログイン時間が少ないんで、そういうね、ログイン時間が少ない人っていうのは、少人数で、僕しかもリーダーやってるんでね、少人数で回した方がいいのかなと自分なりに思いました。で、やっぱりインの時間が長かったり、ゲームの配信ユーザーとかね、やっぱり多くてもね、全然問題なくというとあれかな、問題あるのかもしれないですけどね、多いは多いでうまくね、回せる人もいると思うんですけど、自分はね、ちょっと苦手だったのかもしれないですね。まあ、そんなこんなで、チームのリーダーの方とか、困ってる方とかも、自分のね、パターンっていうのがあると思うんで、そのあたりをね、チームと話し合ったり、やっぱりベースはコミュニケーションなので、そこをね、しっかりと、やらないとね、自分みたいになるよっていう、まあ、ある意味ね、ちょっとしたチームにおいての悪い、まあ、参考例にさせていただければ、していただければと思うんで、よかったら、まあ、もう一件ね、失敗したよっていう感じでね、覚えておいてください。はい、じゃあ、あんまりね、やっぱりコミュニケーション知ってる人をね、しっかり入れていかないと、僕がいない間でもみんなチームってね、動き続けるんで、その中でね、しっかりとコミュニケーションを取れるようなね、メンバーたち同士でね、楽しめれるかどうかっていうのは一つのポイントになると思います。はい、ではちょっとね、お話だけに今日はね、なっちゃいましたけど、参考になると思いますんで、チームをね、またリセットして一からまたね、やっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ではでは。はい、再度もみけんです。今ですね、まあチームを一旦、解散したっていう、解散っていうか、まあ一人に、100人、ほぼ100人いた、まあ95ぐらいかな、いたメンバーを一人ね、させていただいて、申し訳なくて、ちょっとね、やっぱ、ね、何も力になれなかったり、形にならなかったんでね、申し訳なかったなと思って、今、もうあれから2、3時間かな、立ったんですけど、まあメリットとね、デメリットいろいろ考えた、メリットデメリットっていうか、まあね、いろいろ考えたんですけど、やっぱね、やってよかったなと正直思います。なんだって思ったか、人もね、いるかもしれないですけど、やっぱりちょっとね、私が作りたかったドラクエに近づけなかったんで、あのまま行っても近づけなかったかなと思ってますんで、それがね、今一人になって、こう、なんですかね、結構ね、僕、チームクエストをするのが億劫っていうか、こう結構やっぱリーダーに向いてないのかもしれないですけどね。リーダーにね、あんまりやっぱ向いてないのかもしれないですね。インの時間も、ログインのね、時間も少ないし、やっぱりね、なんか合わなかったのかもしれないですね。まあ、とりあえずね、一人になってみて、だいぶ前のね、いつだろうな、一人になったのは。1年ぶりぐらいかな、やっぱね。
それぶりぐらいになってみて思ったんですけど、やっぱまあこっからまた一からスタートしようかなと思いました。結構ねやっぱドラクエって面白いんでね、ちょっと今までねこうやっぱチームクエ消化しないととか、ちょっとリーダーとしてどうかとか思ってたんで、ちょっとねそれも今までね過去に、リーダーとかやったことある方とかいらっしゃるとは思うんですよね。でそういう方とか共感していただけるかもしれないですけど、やっぱりチームっていうのはねその辺があるんで、もしこの中でチームでまあリーダーでもまあリーダーを支えるような立場じゃない人が仮にいたとしても、やっぱそういうことをね思う人もいるというのをね認識して、まあそういう人もいるんだなと思っていただいて、リーダーをね支えてあげてください。私がね皆さんに言えるのってまあその辺かな。まあ今回のねまあ100人ぐらいできたチームを解体わざわざしてね得たものってなんだろうって考えたら、やっぱその辺もねあると思いますんで、一事例としてね、これで、私の中とかチームの中だけの問題じゃなくてね、これドラクエ全体の問題でもあるんで、まあチームクエの面白さでもありストレスでもあったりね、あとはチームもそうですよね、面白いとこもあればちょっと縛られる部分、まあそれがオンラインゲームではあるんですけど、そういったものをねやっぱちょっと慣れてない部分もあったんで、それをね今1時間2時間ほどして感じました。まあこの動画ねわざわざ作成してね公開するまでもないかもしれないですけど、まあ一般公開させていただいてですね、チームってどんなもんだろうっていう再認識にね皆さん なればいいかなと考えてます。はい、じゃあちょっとね言葉だけでちょっとだけつまんないね動画になったかもしれないですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼します。